ジェラルド・モーリス・エデルマンは、ニューヨーク、クイーンズ出身のアメリカ合衆国の生物学者。抗体分子の一次構造及び二次構造の解明により、1972年のノーベル生理学、医学賞を受賞した。エデルマンは、ブライト・エアー、ブリリアント・ファイアー、ワイダー・ザン・ザ・スカイという、心の理論を扱った三部作で有名である。生物学では、 肺の成長の過程で、新生児の大脳の神経ネットワークが形成されていく過程についての理論も扱っている。神経ダーウィニズムでは、周囲の環境に対する神経ネットワークの応答の柔軟性を持つという考えに基づいた記憶の理論も扱っている。エデルマンは、我々が心の機能や脳に関するモデルを構築する努力をするべきかという問題を投げかけた。 エデルマンの答えは、我々は脳に関するモデルを作り、それらが周囲の環境とどう関係するかに注意を払うべきだというものだった。彼はクオリアの存在を認め、それを彼の心の理論の中に取り入れた。彼のクオリアの定義は、ダニエル・デネットによって批判された機能を持たない特殊なクオリアによる矛盾を回避したものだった。エデルマンは、 彼の免疫系の研究に基づいた意識に関する生物学的な理論を打ち立て、その中でダーウィンの自然選択説やダーウィン主義者の人工動態の理論を位置づけた。エデルマンはサンディエゴにある神経科学研究所の設立者であり、スクリプス研究所の神経科学の教授を務めている。1965年、イーライ・レディ生物科学賞を受賞。 ありがとうございます。